皆様、ゴニヤマトです。自民党は、参院選で、防衛費を、5年以内に2倍以上増額する内容を公約にしましたね。我が国の置かれている状況から、防衛費の増額が必須ですよね。今回は、防衛費について、皆様と見ていきましょう。よろしくお願いいたします。防衛費5兆5947億円、過去最大の概算要求。防衛省の2023年度予算の概算要求額が過去最大の5兆6000億円近くになることが分かりました。日本周辺の安全保障環境が悪化しているとして、防衛省は概算要求で射程 1000km 程度の巡航ミサイルを開発・量産するための費用や、音速の5倍以上で飛行する極超音速誘導弾の研究費を含む5兆5947億円を求める方針。さらに具体的な金額を示さない事項要求を数多く盛り込むため、実質的な防衛費の総額はさらに増える見通しです。これに、夕刊フジでは、このように報じています。防衛費は、GDP 比 2% でも足りない。中国が急速に軍備拡大、弾がない、部品がない、自衛隊には、9回裏まで戦う余力はない。島国の日本は、巨大な堀に囲まれた江戸城や大阪城のようなものである。米軍は大規模陸上戦を考えなくてよい。日本独立後、米陸軍は撤収した。日本から最も近い米国の都市、ワシントン州シアトルに、日本に来園するはずの米陸軍第1軍がいる。また、ハワイには米海兵隊第3遠征師団がいる。太平洋は、大西洋よりはるかに広い。1万キロある。10万単位の兵員は、兵団と共に船で運ぶしかない。船の時速は数十キロである。海軍で劣勢なソ連軍は、島伝いに寄れてくる。カラフト島から北海道に侵攻されれば、米軍は間に合わない。日本の陸上自衛隊と航空自衛隊は玉砕覚悟で、北海道で主力を尽くして迎え撃つ。海上自衛隊は、米第7艦隊と共に、米陸軍海兵隊の日本上陸のための輸送を護衛する。米軍来園まで持ちこたえろ。東京を陥落させるな。それが冷戦中の自衛隊の戦略であった。野球に例えれば、3回の裏で米軍のリリーフと交代するだけの軍隊を作ってきたのである。日本の経済規模が英国、フランス、ドイツを抜いた頃、日本の軍事力の肥大化に共産圏から強い懸念が示されるようになった。70年代、三木武夫内閣は、日本の防衛力規模を凍結した。初めての防衛大綱が書かれ、防衛費は、GNP 国民総生産の 1% を超えないこととされた。ソ連の限定的で小規模な北海道侵略に対応できればよい。そこで、自衛隊が消滅したら、あとは米国に任せればよいという、無責任な敗北主義。対米依存主義の防衛政策であった。それはまた、激しい国内冷戦下での左派勢力との妥協の産物であった。冷戦が終結して30年。日本の防衛体制が抜本的に見直されることはなかった。ところが、中国が、この10年で、3倍の経済規模となり、米軍でさえ懸念するほど、急速な軍備拡大を進めている。核兵器の増強も急ピッチである。台湾有事が勃発すれば、直近に沖縄県尖閣諸島、先島諸島を抱え、米軍基地を抱える日本は、必ず戦争に巻き込まれる。米軍は台湾防衛に集中する。米軍は、自衛隊に、自分の国は自分たちで守ってほしいと言うであろう。しかし、自衛隊には、9回の裏まで戦う余力はない。弾がない。部品がない。兵隊が足りない。薬がない。医師が足りない。平時の法制でがんじがらめだ。9回の裏まで戦うのなら、 GDP 国内総生産比 2% の防衛費でも足りないのである。記事は以上です。防衛費は間違いなく足りないですね。急速に軍拡を進める中国や戦争に踏み切ったロシアに備えなくてはいけません。この防衛費について、こんな提案が自民党からありました。自民国防部会、財源を議論、防衛納税や防衛国債も。自民党の宮沢博之国防部会長は、25日、同日開かれた同部会幹部会で、
防衛費増額の財源として防衛納税や防衛国債の発行などが提案されたと記者団に説明した。2023年度以降の防衛費増額に備え、政府が設置を検討している財源に関する有識者委員会については、出席議員から財務省に牛耳られてしまうとの懸念の声と、財源は重要なので防衛省も参画すべきと、設置を評価する声の双方があったという。岸田文雄首相は、10日の記者会見で、必要な防衛力、予算規模、財源の確保を一体的に進めると述べており、防衛費増額と財源確保が焦点となっている。記事は以上です。軍事バランスが崩れた時に、侵攻や戦争が起こると言われています。ウクライナ情勢で、日本の防衛費増額の声が自民党でも上がっています。ストックホルム国際平和研究所が4月に発表した世界の軍事費によれば、2021年の米国の国防予算は8010億ドル、中国は2930億ドル、インドは766億ドル、英国は684億ドル、ロシアは659億ドルで日本は9位でした。防衛費増額は日本だけではなく、世界中の指導者が国防費の増額を計画しています。他国との軍事バランスが崩れないように、防衛予算を増やすとともに、兵器の開発や防衛装備の増強、そして自衛官の待遇改善も必須と言えますね。では今回はこれくらいで。皆さんの感想などをコメントなどいただけると嬉しいのです。あと、チャンネル登録をいただくと励みになりますので、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。